IT アクセス営業の福田と申します。弊社のブースでは、映像音声のファイルベースの品質評価検査ソフトウェアのソリューションとして3種類製品を、展示させていただいております。まずこちらなんですけれども、こちら NTT エレクトロニクスさんの製品で、フルリファレンス型の映像客観品質評価ソフトウェアとなっております。でこちらはアメリカのインテラシステムズという会社の、ベガというH.264 解析ソフトウェアとなっております。こちらはエンコーダーデコーダーの、開発メーカー様を中心に、かなりマクロブロックレベルで検査ができるソフトウェアとなっております。本日はメインにバトンというファイルベースのノンリファレンス型の、映像品質評価検査ソフトウェアの方をご紹介させていただきます。そしたらバトンの詳細の説明の方させていただきます。バトンは2つのソフトウェアのサービスが動いておりまして、1つがベリフィケーションマネージャーと呼ばれる管理サーバー、そしてもう1つが CS と呼ばれるコンテンツを実際に検査するためのサーバーで、各々が検査指示を行って、その検査結果を返しながら通信を行って検査結果をレポートとしてまとめます。流れといたしましては、検査したいテストプランを作成していただく、その次に実際に自動検査を行う、そして不具合箇所がレポートされますので、その結果を参照して、問題があれば再エンコードのやり直し、そして問題がなければ実際にサービスとして放送として使っていただく、そういう形の製品になります。そしたら実際にこのバトンの製品がどのポジションで使われるかっていうところなんですけども、コンテンツのライフサイクルの中で実際のテープからインジェストが行われて、放送で配信されるまでの中にはインジェスト、エディット、トランスコード、プレイアウト、アーカイブ、これらのところにコンテンツが集まる形になるんですけども、各々のポジションでバトンではそれぞれの特性の検査を持っていますので、これによってコンテンツの品質を確保することが可能になってきます。そしたら実際にバトンでどのように検査を行われるのかっていうのをこの画面にてデモをさせていただきたいと思います。まず第一にコンテンツをどのように検査したいのかっていうテストプランの方の作成を行う形になります。まず検査したいコンテンツ自身がトランスポートストリームである場合、この中で映像自身は H.264、MPEG-2、音声であれば AAC オーディオ、ドルビーさんの AC3 オーディオ、そういったもので検査したいものを決めていただいて、そこで画面に従って進んでいくと、ここでテストプランのひな型の方が作成される形になります。そして各々細かい品質検査を行うための編集画面がありますので、ここでブロックノイズのレベル設定を行っていただく、クロミ映像のレベル設定を行っていただく、あとフリーズフレームで映像が止まっているようなところがあるかないか、そういったものを検査する場合はそれらを編集していただく、そういう形でテストプランを作っていただく形になります。そしてテストプランが作成できたら、あとは実際に画面に沿って検査を行うだけで、検査したいファイルをリストの中から選んでいただいて、検査したいファイルを選択していただいて、そして先ほど作成した検査プラン、それを指示するだけで、あとは自動的に検査が始まります。そして検査でエラーがなかった場合はグリーンフラッグ、エラーがあったところはレッドフラッグで表示されますので、そのエラーが出ている箇所を選択していただくと、その中にビデオとオーディオに各々何箇所のエラーがあるのか数値で出てきます。それを選択していただくと、それぞれの各項目の詳細なエラーメッセージの方が表示されます。ここで実際にオペレーターの方がこのコンテンツに問題があるのかどうかを実際に見ていただいて、そこで問題があればやり直し、そういうスタイルになります。ただ実際にこのメッセージだけで表示されてもどこが問題なのかっていうのは分かりにくいかと思いますので、バトンでは自動的にストリーム自身の問題のある箇所っていうのを専用のプレイヤーで表示させていくことが可能になっておりますので、ここ
の下側に今出ているこの各絵のサムネイルなんですけども、これが不具合のある箇所になります。それを選択していただくとエラーのメッセージの内容が出てきますので、ここで言うと映像がぼやけていますっていうエラーレポートになってきます。なのでそこを選択していただくと、その周辺だけを視聴していくことが可能になりますので、これで映像自身が正しいものなのかどうか、違う場所を選択していただくと、ここの映像はこのまま放送しても問題ないのかどうか、そこを実際に視聴していただいて、問題があればやり直し、問題がなければそのままサービスインで使っていただく、そういう形になります。本日ご紹介させていただきましたバトンは、世界ではもうデファクトスタンダードのように使われている品質評価ソフトウェアですので、ぜひ日本の皆さんもご使用ください。よろしくお願いします。